公益財団法人日本学術協力財団は、学術研究に関する調査、資料の収集整備、情報提供に関する事業などを実施している公益法人、元内閣府所管。日本の科学者の活動に広く協力することを目的として1986年10月17日に設立された。設立当初から、 財団法人の会員は日本学術会議会員が中心で、また学術団体と政府機関が参加する。趣旨の一つに国民の科学に対する意識を高めることを含み、また学術の発展に基づき増大する科学の社会貢献に注目している。日本の科学者が国際社会で担う役割の補強については、加盟学会や協会の会員を察し 学会名館出版事業に掲載。科学技術振興機構と日本学術会議との連携から2011年7月29日には冊子版名簿をウェブ版に公開し READ と J ステージとのデータ連携によって研究者の論文など情報検索の利便性を高め、また調査結果を年度ごとに反映している。 公益財団法人に移行した2013年4月1日より法人格の活動拡充に取り組み情報発信を増やした。2016年以降、改組により旧公式サイトから独自ドメインに変更されている。合わせて、学会誌学術の動向は2017年4月号より、学術の動向、科学と社会をつなぐに解消、編集委員は、 日本学術会議の第24期発足を機に交代し、編集委員名簿は直近で2018年11月22日に更新された。ありがとうございます。